あー、おしゃれな料理作りてーな。え、これ使ったら全部おしゃれになるんじゃね。はい、ゴミ買った、汚れてた。はい、どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということで、まあ、これですね、なんかね、最近よく使ってて思うんですけど、これ使ったらね、マジでね、おしゃれに見えるんですよ。なんで、これ使ってね、ちょっとおしゃれな、もうなんかもうどっかのレストランかなんかに出てきそうな、料理を作っていきたいと思います。それじゃあやっていきます。ピッ。よいしょ、OK。はい、そしたらね、この上に、もうサラダも作っちゃって、これワンプレートにしたいと思います。こんなもんでいいか。じゃあね、キャベツここら辺に置いとくかな、とりあえず。ふい、あ、来た。あ、ボミするんだから、もう本当に。はい、これは切りすぎた、食うわ。ちょっとこのトマトやばそう、すぐに食わないと。このトマト多分マジでやばいぞ。明日まで持ってくれたら嬉しいな、これ。どこにどう置こう。よし、はい、簡単にサラダの完成と。そしたらね、アスパラですね。アスパラ本当に結構あるんで、こいつらさっさと使っていかないとやばい。まず洗いますね。で、この下の方を落としますね。で、ここ削いでいきます。ちょっと削ぎすぎたな、こいつ。よいしょ、はい、こんな感じで底の部分を軽く削ぎました。まあ、軽くっていうか結構削ぎちゃったけど、串3つ、割れたけど、まあこんぐらいだったらまあどうにかなるかな。よし、このままいきます。いや長いな、パパ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 パ。これ多分茹でたりした方が、うわ、これすげえ酒、あ、これはダメなやつかもしれないな。いや、この1本はもうこのまんまいこう。はい、鶏肉、まま肉ということで、はい、こんな感じ。はい、なんかなんとなく片栗粉をこの皮のところにちょっと、それじゃあね、ここの皮のところに何か塗り込んでもいいんですけど、まあ塗り込む必要ねえかなって思ってるんで、塗り込まずにいきます。じゃあこいつを焼いていきます。よし、それじゃあ焼いていこう。中はしっかり火通ってるのかな、ちょっと見てみますね。なるほどね。はい、あとちょっとやね、これ。それじゃあね、これちょっと余熱で火通します。じゃあね、次このアスパラ焼いていきます。
すぐ焼けるんだよな。よし、アスパラいいかな。はい、こっちもね、ちゃんと火通ったみたいです。それじゃあね、あまりこれを崩さないように持ってきまして、アスパラをね、盛り付けていきます。で、はい、アスパラ塩コショウ振ってるの、振るのすっかり忘れてたから、ここで振ります。そしたらね、この鶏肉を切っていきます。もう火はね、通ってるんで、あとは切るだけですね。おいで。はい、オッケー。します。あれだ。よいしょ。なんか忘れてね、俺。皮。うん、そうじゃないな。なんか皮以外なんか俺忘れて、味付け忘れてるな。もう本当にこれだから。デレレーンということで、これで完成。どうか、よいしょ、どうだったでしょう。いいんじゃない。いや、結構いい見た目でできてると思います。それじゃあね、あったかいうちにいただきたいと思いますので、では皆さん、またじゃないやじゃないや、チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いしますでね、まあ、うん、美味しそう。それしか言えないや。じゃあ、バイバーイ。